はい、どうも、ケンキュンです。今日はですね、ロマンシングサガ3、リマスターやっていこうと思うんですが、今日はね、まあ、蝶々何者と思ってる方ね、いると思うんですよ。結構コメントでね、いただくので、お待たせしました。はい、今日はね、蝶々、メインは蝶々、やっていきましょう。まあ、イベントですね。まあ、前回、教授のイベントやったんですが、まあ、その流れみたいな感じでね、見てもらえたらなと思います。ウォードいるんですけどね、ちょっとまあ気にしないでください。ということで、キドラントに行きましょう。まあ、蝶々ファンね、多いかもしれない。はい、ここにいますんで、ちょっとね、蝶々にまずは話しかけます。はい、いましたね、おなじみこいつ。町のそばに住み着いた怪物に生贄を捧げねばならん。町を守るためとはいえ、怪物を退治していただけませんか。お礼は十分にさせていただきます。任せろ俺に。まあ、お礼してくれるってことなんでね、行きましょうよ。何するのよ。怪物を倒してきたら開けてやるよ。最初から私を生贄にするつもりだったのね。何か言ったかよく聞こえんな。町のためだ、頑張ってくれ。ねえ、開けなさいよ。測ったな蝶々。はい、もうこれは仕方ないですね。進むしかない。まあ進みます。まあどんどんね、奥に進んでいくと。まあ、なるべくちょっと戦闘避けて、ちょっとサクサクイベントを進めたい。はい、ここですね。まあ、どんどん進んでいきましょう。よし、OK。さあ、着きました。はい、そして、まあ、何かがいると。まあ、こう全体の術とかでね、まあ、倒してもいいんですが、まあ、ちょっと今逃げますね。はい、ちょっと数が多すぎる。退却だ。これじゃダメね。本当にネズミに食べられてしまう。なんとかして、こっから出ないと。で、もう一回ね、戻ります。はい、これ逃げましょう。はい、ちょっと逃げつつサクサクいくわ。かわしつつ、よし。でもう一回出口ですね。最初のところに戻る。まあ入り口か。はい、ここ。開かないわ。誰かそこにいるの？生きてるの？生きてるわ。ちょっと待ってね、今開けるから。ありがとう、助かったわ。あなたは？ニーナと言います。この子はニーナです。無事でよかった。どうして助けてくれたの？私の大好きな人は、冒険者になるんだと言って旅に出た。彼のことを考えると、いくら町のためでも、冒険者の方たちを犠牲するなんて私には。きっと素敵な彼なんでしょうね。その人の名前は？ポールと言うんです。ポール？ポールをご存知なんですか？どこで彼に？元気でしたか？何をしてましたか？ええ、元気だったわ。ふるさとのキドラントに帰るって言ってたわ。本当ですか？ポールが帰ってくる？ありがとうございます。ああ、あなた方をお助けして、本当によかった。で、そのポールっていうのはね、まあイベントがあるんですよ。ちょっとこれもうイベント終わっちゃってるんですが、まあまたそれはね、ロマサガ3、まあ順番に実況することがあったらね、まあその時に、お見せしたいなと思います。いろいろね。まあ、今回ちょっとなんか、ピックアップというかね、俺がちょっとつまんでこう、イベントを出してるだけで。で、蝶々、一言ね、ちょっと言ってやりに行きましょう。これはもう言いたいやろ。何してんだよ、貴様。閉じ込めたな、っつって。かわいそうだが、ニーナに生贄になってもらった。これ、聞いたこれ。ニーナさっきの女の子ね。生贄になってしまったと。助けに行かないといけない。ただ、このまま行っても、あいつらには勝てない。知恵を借りよう、教授に。あんたのペットでしょ、ネズミ。あら、またいらしたのね。まあ、アルジャーノに会ったのね。ひどい目に遭わされたでしょ。退治する方法はないの？これを使うといいわ。猫いらず。こんなものが役に立つの？あら、当然でしょ。相手はネズミよ。
この天才の言うことだから間違いないわよ。はい、これでね、ネズミ討伐に向かうと次は。はい、とりあえず洞窟来て、まあここですね。はい、開けると。で、入ることができるので、あとは、さっきのネズミところに向かう。はい、それでね、着きました。行きましょう。ニーナをどうしたの？あんたたちがさっきからかじってるのは？さあ、音楽も変わって倒しましょう。こっちには教授のアイテムがついてるね。稲妻キックでいきましょうか。まあ妖精は適当にね、いきましょう。この辺も適当にいきますね。まあちょっとね、まだね、そのなんかいい技とかなくてね、申し訳ない。さあ今回ね、退治します。で、全員が動いた後にダメージが出るんですよ。そこでゼロってダメージが出るやつがいるので、ま、よくね、見てもらえたらと思います。ここ、今左下出ましたね、ゼロ。ちょっと一瞬やったやろ。今お前の正体見破った。はい、これでいきましょう。そこだ。さあ、ガンガンね、ダメージ当てていきましょう。さあ、稲妻キックと。まあ、ロマサガ3ね、初見でやってますみたいな感じでね、まあ、コメントもいただいたんでね。まあ、一応攻略っていうわけじゃないですけどね。さあ、いましたね、真ん中の方に。ここね、後ろの、一番後ろの、まあ一番真ん中。一番真ん中？真ん中よ。はい、OK。さあ、倒した。ネズミ退治完了。ニーナ、ごめんなさい。私たちのためにあなたが犠牲になるなんて。うるさいわね、ほっといてよ。ニーナ、てっきりネズミにかじられたと。どこもかじられていません。この穴に入れられるとき、懐に骨付き肉を隠してきて、それを投げつけて逃げ出した。ニーナ、あなたってよかった。エレンさん、本当にありがとう。もう少し遅かったらきっと私、今頃ネズミの餌になってたわ。それに、これでもう生贄に絵を捧げる必要もない。それじゃあ帰ろう。まずい。蝶々の思い通りだ、これ。蝶々賢いやろ。俺らがまず行くと。で、退却してしまった。それじゃあまずい。モンスター退治できてない。じゃあ、ニーナを生贄にする。あいつらならきっと助けに行くはずだ。ね。あの女、俺は向かった、助けに。で、結果、ね、モンスターも退治したと。はい、これはね、もう一言でもさ、言ってやりてえじゃん。ね。蝶々のとこ行きましょう。私が蝶々です。で、終わるはずなんですが、リマスターはね、こうやって選べるみたいです。報酬よこせ、一発殴らせろ、用はない。もちろん一発殴らせろやろ。ひー。はい、ただね、戻ってます。私が蝶々です。もうこれでもう全てがね、もうなかったことになりましたね。私が蝶々です。はい、今ね、報酬じゃない、一発殴らせろにしたんですが、次はね、報酬をよこせにします。はい、報酬をよこせ。なんだ、金が欲しいのか。これくれてやる。私が蝶々です。はい、ということで、
主役はチョウチョ。いかがだったでしょうか。まあこんな感じでね、まあまずちょこちょこと、動画ね、上げたいなと思います。はい。まあストーリーはね、もうかなり、進んでます。ロマサス3このリマスターのね、リマスターのストーリーはもう進んでます。で、2周目はまあちょっと誰にしようかなっていう、まあそんな感じですかね。はい、ということで、今回はこれで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。